トラスグループは埼玉、千葉、東京を中心に地域密着で注文住宅をはじめとする住まいに関する様々な事業を行っています。今回の動画では住まいを建てるための土地探しをテーマにご説明していきます。まずは土地探しの準備編です。一番最初にやるべきことは住まいに対する希望を整理しましょうということです。今こちらを視聴されている皆さんは住まいを建てるための土地を探していることと思います。そのため住まいへの希望を整理するということが重要になってきます。家を建てるにあたって考えることは資金、広さ、日当たり、使い勝手、駅や買い物などの利便性などなど様々あります。まずはこれらを具体的に書き出し20項目以上頑張って出してみてください。これらを土地と建物の2つのカテゴリーに分け順番をつけましょう。順番をつけた上で各カテゴリーの上位3つを選んでください。それが絶対に実現したいことになります。それ以外はできれば実現したいことになります。土地と建物の2つに分けて優先順位をつけると迷った時に選ぶべき土地がわかります。例えば同じエリア同じ価格で広さが違う土地があるとします。当然広い土地の方が条件がいいと思いますよね。しかし詳しく見てみると条件が大きく異なる場合があります。左の土地は敷地延長分も含まれて坪数に表記されています。ですので左の土地は坪40万円右の土地は坪50万円と同じエリア価格といってもこのように土地のクオリティが大きく違うことになります。また同じエリア価格でも接している道路の向きによって値段が変わります。住まいの希望の優先順位によって選ぶべき土地が大きく異なってくるのです。土地以外にも建物、資金などそれぞれの具体的なイメージを持つことが大切です。ご自身の希望の家づくりをもとにバランスをとっていくことが重要となります。また土地を先行して購入しその後建物を検討したところ3階建てを建てられなかったというケースもあります。建物を想定して土地を選ばないと失敗してしまうこともありますので注意しましょう。続いて土地探しのスケジュールについてご説明します。まず土地探しからご入居までどのくらいの期間が必要かご存知でしょうか。想像しているよりも時間がかかるかもしれません。注文住宅の場合1土地探し2建物打ち合わせ3建物工事4ご入居と4つのフローに分かれています。これらは早くても7ヶ月選んだ土地によっては1年近くかかります。ですので入居までのスケジュールを逆算して土地探しを行うとスムーズです。例えばなんとなくで土地探しを始めると1年経ってもいい土地が見つからないということが起こってきます。もし今の家賃が月8万円の場合1年かかると96万円の家賃を支払うこととなります。しかしもし2ヶ月で見つかれば10ヶ月分の家賃80万円の支出を節約できるのです。つまりできるだけ早く土地が見つかれば無駄に支払うお金を減らすことができるのです。住まい探しの総予算を先に検討しておくことはとても大切です。総予算の中で予算の割り振りのバランスをとっていきましょう。諸費用も忘れずに計画に入れておいてください。住まい作りの専門家に手伝ってもらうことも役に立つはずです。次に土地を見つけてから土地のお引き渡しまでの期間について見ていきましょう。申し込みをする買い付け証明から始まりローン承認までが約1ヶ月さらに1ヶ月ほどで土地のお引き渡しがやってきます。ここで注意したいのは住宅ローンとして組むため建物の請負契約書が必要です。この時点で建物の契約書が必要ということは当然建物の計画も固まっている必要があります。土地を見つけてから建物を検討するのでは遅いということになります。
どこの会社でどんな住まいが建てたいか先に考えておきましょう。最後にまとめです。希望を出して優先順位をつける。同じエリア価格でも土地のクオリティは違う。早く見つかれば家賃の支払いが少ない。どこの会社でどんな住まいを建てたいか先に決めておくとなります。家というのは建てて終わりではなく、住んでからが本当のお付き合いの始まりです。住まい作りはパートナー選びが8割。住まい作りを一緒に考えてくれるパートナーを見極めることが大切です。ポラスの注文住宅では、土地探し相談会、デザイン住宅資金の相談会、各種見学会など多数開催しておりますので、ご興味のある方はぜひホームページをチェックしてみてください。皆様の住まい作りが素晴らしいものになることをお祈りしています。以上が土地探しの準備編となります。土地の相場を知ろう編もぜひご覧になってください。